どうも親父ベースのヒデです。北国札幌のアクアリストでひっそりとガレージにこもって夜な夜な DIY 作業に没頭しております。はい、今日はダブルサイフォン DIY の後編になります。前編では塩ビ管内径 13mm の中に塩を詰め込んで両サイドをテープで蓋をしました。そしてヒートガンで塩ビパイプを温めると、お、もう早きましたね。塩ビ管がぐにゃぐにゃ動いてます。前編でだいぶ温めていたので、後編ではさらっと温めた程度でぐにゃぐにゃっと曲がってきているようには見えますが、だいたい2分から3分ぐらい塩ビ管を温めると柔らかくなってきます。ヒートガンの温度はちょっと把握はできてないんですけど、ハイとローの切り替えがうちのはあるんですけど、ローで十分です。2、3分温めていくと突然ですね、ちょっと溶けたようなちょっと異臭が出てきます。その異臭がしてくると徐々に徐々に柔らかくなってきて、これがですね、もうだいぶぐにゃぐにゃしてると思うんですけど、まるで魚肉ソーセージのような柔らかさ、ブランブラン具合になるんです。温めている幅はマスキングテープでおよそ10センチ間隔です。10センチのところをまんべんなく温めて魚肉ソーセージのようにブランブランにすると、今作業しているように簡単に180度曲げることができます。手でただ曲げるだけだといびつな形になるので、塩ビ管の内径 20mm の、ジョイントなどを使用して親父は曲げています。あ、これですね、親父はちょっと素手でやってますけど、かなり暑いので、軍手などを履いて作業することをお勧めします。そして先ほども言ったその10センチの幅はまんべんなくじっくりと温めた方が綺麗により楽に曲がると思います。この時に前編で入れた塩の密度、塩の硬さが緩いとパイプが潰れてしまうんで、前編の塩の入れ方よく確認してトン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 と叩いてましたけど、隙間のないようにぎっちりと詰め込んでください。そうすると多少ですね、やっぱり曲げると、パイプが平たくはなるんですけど、水が通る分の十分なスペースは確保できるはずです。内径 20mm のジョイントを、ベースとして今曲げてますけども、まだ小さい、内径のもので型を取ることもできますが、やはり、角度が急になるかなるほど、平たくなる力が働くので、ほどほどにしておいた方が良いのかなと思います。親父のワークスペースの作業台には、1センチ四方の、カッター板が、作業板として置いているんですけど、そのマス目に合わせて、寸法を測って合わせると結構作業しやすいと思うので、下地には方眼1センチ四方の目盛りのついた下地を置いて作業することをお勧めします。
はい、そろそろ、塩ビ感も冷めてきた頃だと思うので、ベースとなるジョイントを抜いて計測に入ります。この計測は、継ぎ手の部分だったり、ジョイントしたい部分の計測に合わせて、ミリ単位で計測はしてるんですけど、塩ビパイプは、まあ、相手側の調整で等もできるので、まあ、大体こんな感じかなという雰囲気で、型を取っております。あとでね、もう一回温めれば何度でも微調整サイズ調整はできるので、曲げに関しては一発で仕上げようとはしなくても、後々また調整もできるので、そんなにこだわらなくても良いと思います。そして両サイドを留めていたマスキングテープを剥がして中に詰めた塩を取り出します。修正するときに塩が入ってる方がやはりいいんですけど、まあ、今回はサイズぴったりきたので塩は抜いちゃいます。この塩を抜くときも中に詰まることがあるんですけど、まあ、なんか硬いものでトン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 叩けば綺麗にはほぼ抜けてくるので問題ないと思います。中に詰まっていた塩もきれいに抜けたようですね。あとはストレート部分の長さ調整になるので、今回は同じ長さに、カットします。 YouTube でダブルサイフォンを検索して動画を拝見していくと、塩ビパイプカットするときに塩ビカッターというものを使うんですが、結構皆さんですね、この塩ビカッターくるくる回すタイプを使用しているんですけど、あれかなり大変なんですよ。なので自分はこのハサミタイプ、ペンチのようにピッピッと挟み込んでいってねじ切るスタイルのパイプカッターをおすすめします。金額もね、多分そんなに変わらないと思うんですけど、このパイプカッター挟み込むタイプで、35mm 内径のパイプまで切ることが確かできたはずです。ストレート部分のサイズ調整も無事に終わったみたいで、最後にこのマスキングテープをきれいに剥がして、塩ビパイプの曲げ加工は終了となります。はい、どうですかね。簡単ですよね。ヒートガンさえあれば結構いろんな作業がしやすくなるので、ヒートガン、あと挟み込むタイプの塩ビカッターおすすめです。あとは塩ビパイプの長さや、曲げ加工の調整などを繰り返していって、端折りますけど、こういったダブルサイフォンのストレート部分の、部品が仕上がるので、これを、組んでいきたいと思います。このサイフォンは、90センチ水槽、60でもいいんですけど、60、90、120ぐらいの水槽に対応できる、上畑さんのリオの水中ポンプでいうと800から1100ぐらいの水流量に
対応できているダブルサイフォンになります。パイプ径はそれぞれ違うんですけど、水面から水を排水する水口、ここは内径 25mm のパイプを使用して、集中パイプですね、ダブルサイフォンが上から下から集中するストレート管、これは内径 20mm の、MB パイプを使用して、その他は全て 13mm の MB パイプを使っております。今はバランスだったりガラスにかけた時の、重量の配分、あと出っ張り、この辺りを眺めながら見ているんですけど、やはりサイフォンからの集中パイプ、ここが出っ張りすぎているので、ちょっともう少し改良が必要だなと思いつつ、今回の動画を締めさせていただこうと思います。ダブルサイフォン式オーバーフローパイプ、いかがだったでしょうか。親父的にはですね、なんて言うんだろう、レゴブロックを組み立てているような、作業になるので、とても楽しく、そして自分のイメージに合わせて造形することもできるので、妄想がとても膨らみます。まあとにもかくにもなんですけど、このダブルサイフォン、いやもうトランペットに見えてくるんですよね、この曲げ具合が見えません？ってな感じで、前編後編でお届けしましたダブルサイフォン式オーバーフローパイプ DIY、 いかがだったでしょうか。初めての前編後編で、うまくつなげれたかどうかちょっとわからないんですが、長い間ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。ではでは、この辺で。